ピカーレルは、アメリカ海軍の潜水艦。ポーパス級潜水艦の一隻艦名は、川カ,カマス族の若菜、または小型種の総称にちなむ。グラス・ピッケレル・ピカーレルは1935年3月25日に、コネチカット州グロトンのエレクトリック・ボート社で寄港した。1936年7月7日に、イブリンスタンドレイによって、命名、浸水し、 1937年1月26日に、艦長レオン J、サビー・ハフマン中佐の指揮下収益する。成長後ピカーレルは、コネチカット州、ニューロンドンを拠点として、訓練を継続し、1937年10月26日に、出港、グアンタナモ湾を経由して11月9日に、パナマ運河を通過した。太平洋艦隊に合流したピカーレルは、 カリフォルニア州サンディエゴから西海岸沿いハワイ水域で作戦活動に従事する。その後アジア艦隊に配属されたピカーレルはフィリピンで訓練及び戦闘の準備を行った。12月8日の日本軍による真珠湾攻撃後、ピカーレルは艦長バートンイーベイコンジュニア中佐の指揮下最初の紹介でインドシナ半島沿岸部に向かった。18時にマニラを出撃し、 12月12日にインドシナ半島バレラ岬に到達カムラン湾ダナン方面で紹介を開始した12月14日ピカーレルは環境に日本の国旗を描き入れた潜水艦やや遅れた時間に2隻の駆逐艦をそれぞれ発見して追跡したが巨雷の射程内に捉える前に悪天候のため見失った12月19日ピカーレルは 日本軍の小型警備艇と接触するが、攻撃を行う前に見失った。12月29日、ピカーレルは21日間の行動を終えて、マリベレスに帰島した。12月31日、ピカーレルは2回目の紹介で、マニラとスラバヤの間及び、セレベス海方面に向かった。タヤバス湾、ボホール海を通過し、期間の前半は、サンボ湾が近海で紹介を行った。 1942年1月10日、ピカーレルは、北緯06度12分統計125度55分、北緯6.200度統計125.917度、6.200125.917の地点で、特設砲艦観航丸を撃沈した。1月15日には、タラカン島近海で2隻の駆逐艦に護衛された4隻の輸送船を発見したが、 攻撃はしなかった。紹介期間中の1月2日にマニラは陥落し、ピカーレルはスラバヤに向かった。その途中の1月23日、ピカーレルは26隻の輸送船と14隻の駆逐艦からなると推定された大輸送船団を発見。攻撃するために接近したものの爆雷攻撃を受けて退却した。1月29日、 ピカーレルは30日間の行動を終えて、スラバヤに帰島した。2月7日、ピカーレルは3回目の紹介で、ジャワ海及びマレー半島近海に向かった。進行してくる日本の輸送船団を求め、2月19日には、人数型軽巡洋艦ともう一隻の軽巡洋艦、及び駆逐艦を発見し、追跡の上、翌2月20日になってから、複数回にわたって攻撃。 これに対し駆逐艦の反撃が行われ、ピカーレルは爆雷攻撃によりパイプのぎ手が外れたり、パイロメーターが破壊されるなどの被害を受けた。ピカーレルは64メートルまで深度が下がったが、駆逐艦は去って行き危機を脱した。2月24日、ピカーレルはティモール東近海で軽巡洋艦と5隻の駆逐艦を発見。しかし、相手は推定ノットの高速で去って行き、 攻撃はできなかった。2月28日には、日本の潜水艦から一本の魚雷を発射されたが、回避した。結局、この紹介では戦果を上げることもなかった。紹介期間中の3月9日に、ジャワ島は陥落し、ピカーレルは現在の他の味方潜水艦と共に、オーストラリアに脱出。3月19日、ピカーレルは41日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。4月15日、ピカーレルは4回目の紹介でフィリピン方面に向かった。しかし、この紹介では戦果を上げるどころか失態を犯した。4月25日未明、ピカーレルは昇船の煙を発見して戦闘配置を例した。4月26日に入ってすぐ、ピカーレルは艦首発射艦から4本、艦尾発射艦から1本の魚雷を発射し、 一本が命中した。ピカーレルは浮上して目標を追跡し、さらに魚雷を二本発射したものの命中しなかった。そのうち、混合眼球客船と応募式艦船が高速でピカーレルの方に向かってくる気配があったので、ピカーレルはスコールに紛れて戦場を離脱した。 南米零三度19分統計127度27分、南米3.317度統計127.450度、マイナス3.317、127.450の地点で攻撃した目標は、実は、病院船高砂丸であった。高砂丸は、巨雷命中により火事や船体が損傷した。4月末から5月には、民ナオ島方面で紹介。月中旬は、 高尾とマニラ間の航路の紹介に転じ、5月下旬に入るとルソン島西部に至り、ルソン島を一周する形での紹介となった。4月30日にダバオ湾で6000トン級貨物船に対し、5月7日にはスルアン島近海で小型船に対し、5月17日にはミンドロ島近海で6000トン級貨物船に対して、それぞれ魚雷を発射したが、いずれも命中しなかった。 また5月29日には、マカッサル海峡で、病高型従順洋艦を発見したが、追跡中に見失ってしまった。6月6日、ピカーレルは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月10日、ピカーレルは5回目の紹介で、真珠湾に向かった。道中、モルッカ海、モロタイ島近海、パラオ近海をヘテグアム及び、サイパン島近海に至る進路を取る。 7月28日、ピカーレルは、北緯12度00分統計140度35分、北緯12.000度統計140.583度、12.000140.583のグアム近海で貨物船に対して魚雷を発射したが、失敗した。7月31日には、アプラ港内に高佐五丸が在泊しているのを確認。 翌8月1日、ピカーレルは、ロタ島沿岸部に、貨物船が停泊しているのを発見して、魚雷を発射し、目標から煙が上がるのを確認した。8月5日、ピカーレルは、サイパン島、タナパグワンを偵察して、タンカーが停泊しているのを確認したが、水蒸気の制圧を受けた。8月6日と8月12日にも貨物船に対して、魚雷を発射したが、 共に命中しなかった。8月26日、ピカーレルは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に開港され、久しぶりに本国に帰ってきた。オーバーホールの間に、艦長がオーガスタス H、アルストンジュニア少佐に変わった。また、攻撃力アップを機として、外装魚雷発射艦が装備され、艦橋も回収された。 1943年1月22日、ピカーレルは6回目の紹介で、日本近海に向かった。千島列島海域を中心に、東京、キスカシママの航路を紹介。2月8日、ピカーレルは、料理先沖で、特設運送船富士影丸に対して、巨雷を3本発射したが、回避された。2月10日には、北緯40度18分、統計141度52分、 北緯40.300度統計141.867度、40.300141.867の三陸沖で三隻の輸送船団を発見し、2番目の目標である6000トン級貨物船に対して、巨雷を3本発射。一部のアメリカ側の記録では、ピカーレルのこの攻撃で、天シマルを撃沈したと主張するが、実際には命中しなかった。2月12日、 ピカーレルは、金華山東大沖で、三番二隻を20ミリ機銃と、小口系機銃で攻撃した。2月15日朝には再び、料理先近海で、輸送船団を発見し、海軍徴用船立山丸に対して、巨雷を三本発射して二本命中させ、立山丸を撃沈した。2月18日には、塩屋崎東大沖で、 戦団護衛中の特設砲艦笠木丸に対して、魚雷を2本発射したが、これは命中しなかった。翌2月19日有国にも金華山東大沖で輸送戦団を攻撃して命中音一つを確認したが、これは魚雷が陸岸に命中して爆発したものだった。2月20日夜に金華山東大沖で漁船に対して機銃攻撃を行った後、 2月21日には大戦219戦団に対して、魚雷を2本発射するも命中しなかった。3月3日、ピカーレルは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月18日、ピカーレルは7回目の紹介で、日本近海に向かった。3月22日に、ミッドウェイ島で燃料を補給し、紹介海域である、 本州北東部に向かったもののその後の消息は不明となり5月上旬まで帰島を待ったがついに帰ってこず5月12日に喪失が宣告されたピカーレルは中部太平洋で失われた最初の潜水艦となったピカーレルは1943年8月19日に除籍された4月3日0時過ぎ 北緯40度03分統計141度58分、北緯40.050度統計141.967度、40.050141.967ののダワン沖で、戦団護衛中の第13号区選定が撃沈された。アメリカ側ではこれをピカーレルの戦果としている。同日夕刻17時過ぎのこと。 大港航空隊の水上偵察機が、知らぬ加藤大沖で潜水艦のものと思われる油泡を発見し、17時12分に対戦爆弾2発を投下した。偵察機によって、付近を航行中の第2403戦団を、護衛中の不設艇白神が誘導され、白神は爆雷18発を2度にわたって投下。幅30メートル。 長さ2キロにわたって重油が噴出してきた。さらに、特設区選定分散丸が加わって3発の爆雷を投下し、白紙も再度5発の爆雷を投下した。攻撃後、探知してみたが海中からの反響はなかった。少なくとも、日本側からしてみれば目標が撃沈された。信じるに十分の状況であり、翌4月4日8時に対戦警報は解除された。 この期間中、同海域ではいくつかの対潜水艦戦闘が行われ、また同期間に三陸方面で作戦活動にあった潜水艦はピカーレルのみであった。水上偵察機及び白紙と分散丸による対戦攻撃はピカーレルの最後に関する有力な情報の一つであるが確定情報とは断言できない。アメリカ側の記録では4月7日に 三陸沖で雷撃により沈没した福江丸をピカーレルの戦火にしているからであり、4月3日にピカーレルが撃沈されたとなると、4月7日に福江丸を撃沈した潜水艦はピカーレルではない別の艦の戦火ということになり、矛盾が生じることとなる。いずれにせよ、この期間及びそれ以降のいずれかの戦闘で、ピカーレルは撃沈されたものと考えられる。なお、 福江丸の沈没地点は三陸沖となっているが4月3日のピカーレルをめぐる戦闘から4月12日のフライングフィッシュによる輸送船第12札幌丸撃沈まで三陸方面の戦闘において大きな出来事は記録されていない。ピカーレルは第二次世界大戦中の戦考で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。